1939年ドナルト・アルフレッド・アガッシュはフランスの都市計画家。20世紀初頭から半ばにかけてアンリ・プロストラと共に都市計画の分野で主に海外で活躍。特にブラジルのリオデジャネイロやクリチバの都市研究は自身の実現した都市プランの中で最も規模の大きなものであった。1875年生まれ、リールに暮らす。 比較的裕福な家族で、母はドイツ系、父はリールの中の織物産業を営むが父には画家と音楽家の経歴があり、産業システムについての理解や芸術的センスは父から受け継いだと目されている。学歴はボザールで建築を勉強した後に、カレッジリーバデサイエンシズソシアルの社会学学科に、進学、エミルデュル・ケームの下で社会学を収める。 1902年にはアメリカに渡り、1904年に三類での業務をチーフとして携わる。その後1911年、ダンカークの都市計画開発業務に携わる。主な目的は、旧市街地と工業化された周辺都市との調整統合的な計画を推進することであった。1912年、オーストラリア市とキャンベラの計画コンペに応募し、 三等に入選する。1913年、社会学系の私立学校に、都市に関する最初のコースが設立され、コース主任に就任。1915年、破壊された都市の再建に参加。1923年、都市の研究のため、都市計画に従事していた、フランスの都市計画からとともに、フランス都市計画学会を共同設立。幹事に就任。 1927年から1932年にかけては、ブラジルの都市リオデジャネイロ市のための都市計画の基本考慮を取りまとめる。このプロジェクトは、再開発と都市の拡張の基本方針ほか、経済産業や社会環境、都市景観といったものにも及ぶ規模であった。その後もレシフェ、ポルトアレグレなどの都市計画を手掛け、1943年、二人、オシエゴラと、 クリチバ都市計画初期プランを立案。この案は、その後、都市環境に配慮した都市化モデルとして一躍注目を浴びる。こうして手がけていったブラジル諸都市での彼の基礎計画はアガッシュプランと呼ばれる。試算すると、その実現には経費がかかりすぎるため、後により実現可能な部分だけを手直して、 ノボファシスト体制になる1940年代と1950年代に正式に計画実現までに至らせ、1960年代に開始されていく。ありがとうございます。